です。ゆなです。めいです。ねるです。ゆなです。ピンク、ロテ、ピー、ビー、始まるよー。イエーイ。はい、ということで皆さん久しぶりです。久しぶりでーす。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。っていう集まりです、今日は。新年会みたいな。新年会。だから新年会といえばパーティー、パーティーといえばご飯ということでですね、私たち今から Uber Eats 頼み合いごっこしたいと思います。イエーイ。誰が誰にっていうのはもうこっからここへ、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 こっからここへって感じなんですけど、はい、今から相手のことを思って、そうご飯を食べたいかなって思うものをね、頼んでいこうかなと思っております。誰もね、そんなきついものは出さないと思うので、うん、仲いいし、仲いいし、うん、分かりきっちゃった、うん、何が好きかとか ね、何が食べたいのか、まあみんな食べたいなって思ってもう買ってきてくれるかなって思うので、はい、ワイツで頼もうと思います。うん、それではどうぞ。ゆなです。ゆなはレイラの頼みたいと思います。でね、レイラはなんか今ね歯のね矯正中でなんか柔らかいものがいいかなと思うので、柔らかいものって言ったらみたいな感じのものを頼もうかなって思ってます。本当はあったらウーバーに原宿の滝田海の駄菓子みたいないいですよね確かと思うんだけど、歯の柔らかいからね、柔らかいからやっぱ喜ぶかなと思ってあ、出てこないないのかな、逆に柔らかいものってなんですか。おかゆ、おかゆ、おかゆ、おかゆじゃない。結構なんか本格的なおかゆ出てきた。おかゆじゃん、ちゃんとしたおかゆだ。風邪、胃腸炎の回復。いいんじゃないですかこれ。健康おかゆです。いいね。いいじゃないですか。やっぱ健康に過ごしてほしいですから。うんうん、薬膳料理とかもあります。いいね。回復がゆっていうのがあるんですけど、すごい、キャベツは溶け込んでほとんど菓子できない状態です、あ、そうですめちゃくちゃ溶け込んでる、使い酔いとかにもやります、いいですね、いいね、すごい体に優しそうででもちょっとあれですね、歯が痛いんですよね別に何もないのに骨粗しょう症、糖尿病改善らしいです、なんかいろいろある、食物繊維とかもあります、すごい、でも受験生だからね、気を使っていかなきゃね、そう、気を使っていかないとね、抗老化が言ってるんですけどアンチエイジングだそうです、アンチエイジングいいね、美容に気を使って、なんか一応美味しそうなチーズがゆもあるんですよ、へ、うん、美味しそうだね、美味しそうなチーズがゆ、まあ、でもやっぱ優しさ、優しさで、うんうんうん、腸内改善の方にします腸内環境改善、現代日本人は濃いものを食べてるのでそうだよね、はい、ネバネバと食物繊維集めました、お腹のためのかゆ、糸寒天、メカブ、オクラ、ひじき、しらたき、ごぼうなど、梅干し、高漬け、味噌付きっていう腸内環境改善のおかゆにしたいと思います、美味しそうです、じゃあこれにしたいと思います、はい、じゃあレイラちゃんへ届け緊急事態発生です、ユナの頼んだお店やってなかったです、なので頼み直します、買わなくていいみたいな買わなくていいみたいな、丸飲みできる、丸飲みできるやつ、豆腐、あ、豆腐、確かに豆腐、おでん、おでんがあります、いいね、おでんいいね、あ、焼き豆腐焼き豆腐がある、めっちゃいい、めっちゃいい、はんぺん、はい、うん、柔らかい、じゃこの焼き豆腐とはんぺん、はんぺん、ちょっと画面のくぐし、焼き豆腐とはんぺんでしますごめんレイラじゃあ決定です、レイラへゴー、はい、ということで私はね、めいちゃんに向けての お昼ご飯を頼むんですけど、あの先ほど聞いたら甘いものがいいっておっしゃってたんですね、なので意地悪をしようか、迷ってます、じゃあちょっと見ていきますね、初めてなんですよこうやって頼むの、あ、そうなんだ、はい、ちょっとどうしようかな、検索してもいいよ、はい、検索します、めっちゃ甘いの頼みます
めっちゃ甘いの。だってね、甘いもの食べたいって言ったからね、もうとびっきり甘いものを。そうですよ、甘いのがいいって言ってた。そうそうそう、うん、江戸甘いの頼みますじゃん。くどってなる。ちょっと探していきます。どうやって検索したらいいの。くどいくどいスイーツとかで検索したらなんか出てくるかな。すごい、美味しそう。お父さんめっちゃ美味しそうじゃない。え、美味しそう。普通に美味しいの普通にあげちゃっていいのかしら。普通に嬉しいだけだよね。普通に嬉しいだけですよ。あえて辛いのにします。いいね。韓国料理。うん。大体辛いですよね。韓国料理。冷麺。ああいいね。冷麺いいですね。うん。冷麺で辛いやつ。やっぱラーメンにしよう。ラーメンの辛いやつ。担々麺。うん、いいね。担々麺なら辛いですね。うん。辛さを3段階で決めるみたいな。ね、いいじゃん、いいじゃん。なんか、うん、1、2、3、5があって、うん、3が人気で、うん、強めって書いてあるんですよ。うん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 。で、5が激辛って書いてあって、うん、2と2は普通。あ、じゃあ3か5だね。3か5。人気が3。人気にする。人気にしますか。うん、人気だもん。うんうん。うんうん。じゃあ人気で。はーい。じゃあレイラは決まりました？決まりました。オッケーです。はい。じゃあ商品届くのを待ちましょう。待ちまーす。はい。じゃあゆずはちゃんのお昼ご飯を選んでいきたいと思います。どうしましょう。何系か決めたい。なんかあんまりゆずはちゃん、なんか食細いって感じだから、うん、ちょっと重そうなの。ちょっといたずら感覚で言っちゃっても、なんか東京のウーバーイーツの画面、すごいすごい。ね、いっぱいあるよね。なんだこれ。あ、でも低糖質って書いてるからダメですね。私は重くいくの。がっつりめのものね。定番のケンタッキーとかいいんじゃないですか。あ、いいねいいね。あ、近くにあるか見てます。うん、あ、あるある。お、いける。刺激マックスとかある。ちょっとかわいそうかも。辛いのはね。めっちゃ、え、ケンタッキーってこんな種類あるの。バーガーとかある。ゆずはちゃん絶対揚げ物とか絶対じゃねえけど、あんま食べてるイメージほんとない。なんかお昼ご飯もいつも一人少なめない気がする。あのイメージ勝手に。今日はがっつり食べさせる。今日はなちゃんと細すぎるので太っていただかないと少し体力もね必要なので。うん、うん、お肉とかでね。そうだね、つけていただかないと。え、でもなんかご褒美になっちゃうかな、この量だと。私ちょっとゆずはちゃん最近ね、髪の毛とかメイクとか結構やってあげてるので、うん、あのちょっといたずらしちゃいたいんですよ。え、ケンタッキー以外もちょっと見てみます。うん、やっぱわかんない。どうしよう。なんかちょっと面白いっていうか、ちょっと普段食べないのを食べさせたいのかな。揚げ物がいっぱい売ってるところどこ。やっぱでもケンタッキーじゃない。やっぱケンタッキーですかね。あ、じゃあメイはこれにしちゃいたいと思います。ブラックホットチキンセット。こうチキンが2つついててポテト1つついてるらしいです。めっちゃ揚げ物です。じゃあこれを食べさせます。選んでいきます。ゆずはマリアへのお昼ご飯だね。はい、うん、何系かは決めてるの。健康食がダメって言ってたんで。ダメって言ってたの。へー、食べれないって言って。え、そうなんだ。好きじゃないらしい。へー、避けたいと思います。うんうん、じゃあがっつりってこと。確かに。逆に言うと牛から出たとか。あ、いいじゃんいいじゃん。え、これ美味しそう。これ良くないですか。美味しそう。いいじゃん、がっつりこれにします。え、でもなんか普通のじゃつまんないんで、牛すき鍋丼とか。マリアちゃんで辛いの行きましたっけ。え、どうだろう。でもおにぎりは辛子明太子が好きって言ってたよ。じゃあ
します。無理です。無理はゆなちゃんに頼みます。今から見ていこうと思います。なんか何系がいいなとかあるの？何系っていうか、やっぱり中学3年生で受験を控えているので、勝つとか。あ、いいね。確かに。あ、それめっちゃいいじゃん。めっちゃある。勝つよ。見てます。これにします。これ。負け。決まりました。はい、ということで、届きましたなんか、なんかすごい匂い放ってるやつあるんだけど、どれこれ。ちょ、みんな、若干マスク外して、匂いがいいんで一回。なんか酸っぱい。なんか酸っぱい匂いする。誰これ。誰だろう。ちょっと、おのおの頼んだやつをプレゼンしていこうかなと思います。これ前に置いてるのが、自分が頼んだやつです。なんか、でかくないみんな。え？確かになんか、縦に長いし、レベルに、なんかレベルに長いんだけど、これ。なんか超気になる。じゃあ、私からじゃあね、発表していこうかなと思います。はい。まあやっぱレイラのこと知り尽くしてる、私は。そうだよね。ね、今、レイラが柔らかいものがいいなって思ってるって知ってる。着色するもの食べたくないけど知ってる。だから、レイラの種を持って、おでんの豆腐とはんぺん。白。ありがとう。豆腐、え、待って、豆腐とはんぺん同じ値段だったんですよ。豆腐とはんぺんなんですけど、どういう、これだよ、な。チョイスも面白いんですけど。ヘルシー。いいね。最初は違うの。おかゆにしようと思って、薬膳がよ、調べて、腸内環境が良くなるみたいなおかゆを、もう出してました。そしたらやってなくて。ああ、なるほどね。おかゆ、病気なんですなんかね、最初に出てくるお店の紹介欄に、風邪、とか胃腸炎の人にみたいな。どう見えてる？風邪は引いてないんですけどね今。まあでも美味しくいただいてください。ありがとうございます。はい。何を思って頼んだのこれ？これはメイちゃんは甘いものが食べたいって言ったんですよ。甘いものにしてあげようかなって思ったんですけど。優しさか。思ったんですけど。思ったんですけど意地悪したくなっちゃって。正直で、担々麺を食べた。そういうこと、担々麺ね。担々麺って辛いの？辛いよ。あ、ちなみに辛さを調節できるんですね。最初の1が優しめで、2が普通かな。2が普通だ。普通で、3が通常で、3が一番人気だったんですよ。で、5が激辛。で、まぁ、ちょっと優しさも出ちゃって、3を選びました。よかった。でも3だから、ね。でも3だから、ね。覚悟して食べてください。でも絶対美味しいよね。でかくすごないなんか。そう、なんか私、こんなでかいと思う。どうなかったんだ入るかな。ねえ、これじゃあ、めいちゃんのこと思ってですから。そうだよ。ちゃんと残さないで食べますよ。はい、お願いします。はい。じゃあ、めいちゃんお願いします。はい。めいは、もう袋でわかると思うんですけど、こちらですね。皆さんご存知でしょうね。え、匂いがお腹すぎ。これ匂いがチキンだ。チキンが、チキンなの匂いです。チキンがお二つとフライドポテトの S が一つ入ってます。もともと何がいいの？あんま小食ってイメージあったから、ちょっとがっつり揚げ物食べさせてって、ちょっと太らせたいなって思って。いや、棒なんですよ。とっするね。ねえ。足がつまようじ。ちょっと太らせなきゃって思って。使命感をね、感じて。そう。太るって言われたら揚げ物かなってなって、セットにしました。でもなんか喜ばれてて、ちょっとあんまいい気しない。6ピースとか入ってるやつがあったらよかったかも。いや、なんかためらっちゃって、かわいそうだなって思って。優しさも出ちゃう。優しさも出ちゃう。根は優しいから。ちょ、ごめん。
美味しく食べてください。ありがとうございます。はい、ゆずはちゃんお願いします。と私はネギラー油の牛丼、うん、あ、すごい匂いするよ。すごい。あー、うん、これって感じだ。似てる似てる似てる。マリアちゃんが朝投稿してきた時に、高校学校じゃないの、同じ学校に行ってるの。そもしかして、あの一緒に来た時に健康食がダメって言ってて、健康食の真逆っていうことはがっつりとかお肉系じゃないですか、うん、だから牛丼選んで、牛丼でもシンプルだとつまんないじゃん。だから辛子明太子のネギを食べてたから辛いのいけるなと思ってネギラー油にしました。あ、優しい、愛のこもった、愛のこもった感じ、ありがとう。どういたしました。今までみんな意地悪する。すごい意地悪だよね。なんかそんな意地悪すると思わなかった。なんか好感度下がってない、ここで。ごめん、ごめん。私は違う、歯が心配で。もっとあったでしょ、矯正中の柔らかいやつ。あったけど、いや、なかった。歯が抜けたら困るから。抜けないわ、そんな簡単に。これ一番さ、あげよう。こっちは一応さ、って歯を思ってるけど、こっち何思ってるの。でもさ、めいちゃんもさ、細いじゃん。うん、だからちょっと、ね、健康のために。でもあれ、めいちゃんこの前ダイエットしてて。そうだよ。今もしてるよ。あれ、あれ。今もしてるよ。今日だけはチートデイ。昨日チートデイしちゃったよ。あ、そう、うん、甘いものでもさ、やっぱりね。炭水化物。うん、甘いものもね。ありがとうございました。じゃあ次、マリアちゃんお願いします。はい。マリアは、愛のこもった。ね、絶対愛のこもってないやつ。ゆなちゃん、今何年生ですか？え、何使った ?3 年生。中学3年生。中学3年生。何がありますか？受験。あ？頑張って、待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 って、受験に勝ってきてくださいなので、カツ丼頼みました。おー、ぽい、ぽい。でもみんな結構胃もたれしそう。ゆなちゃん胃もたれしそうですよね。あ、私は多分胃もたれしない。あ、本当に胃もたれしそうだけど大丈夫、うん、多分一番大丈夫だと思う。今から私たちはランチタイム、そうですね、ランチタイムに入りたいと思います。はい、ちょっと嫌そう。え、悲しい、悲しいんだけど。え、ごめんごめん、嬉しい、めっちゃ嬉しい。でも絶対に受験に勝つ。言ったね、言った言った。やっぱ落ちれない。はい、じゃあみんなで一緒に美味しいご飯食べたいと思います。はい、それではもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。